世御門法華経五衆不退菩薩行師匠無菩提妙法蓮華経如来寿量本第十六この良き良薬を今ここにとどめ置く何時とって服すべし家路と憂うることなかれ。これはこれ三世諸仏出世の本願衆生成仏の直道たり啓修妙法蓮華経さだるま踏んだりきゃ一日八軸四七本六万九千三八四一一文文是神仏神仏説法理修行修行海異常仏道古賀町来妙法華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経一恵元年弥山南無久遠実情本師釈迦牟尼仏南無平等大英一条妙法蓮華経南無末法聖道師高祖日蓮大聖人と大自大悲来臨要言したまえ仰ぎ願わくは厳然の一恵門法の上縁を虚しゅうせず仏上の妙家深く信魂に徹し無妙法宝の名句を逃れて一条昇進の覚路に上り縁に妙行を主して徳即上妙性の大利益を得せしめたまえ経に曰く我が滅度の後においてこの経を授持すべしこの人仏道において欠乗して疑いあることなけんまた願わくは一大寺因縁の大所本家の大教日本国に従合し一道昇乗にして上下教は遺体同心に本門階段建立の工房上弁し天使会皆妙法に帰し崩壊の群情同じく情弱に帰せん修祖日蓮大聖人御名藩六内は第十六の巻祈祷章に示しての玉枠法華経の行者の祈る祈りは響きの音に大鶴がごとし影の体に添えるがごとし澄める水に月の映るがごとし宝所の水を招くがごとし磁石の鉄を吸うがごとし琥珀の塵を取るがごとし明らかなる鏡のものの色を浮かぶるがごとし、しかるに霊前絵状にして即身成仏せし流女は、小状況には五章の雲厚く、三重の絆強しと嫌われ、四十四年の初代状況には、
あるいは略行修行に絶えずと嫌われ、あるいは諸法信じ、便乗小学の言葉も有名無実なりしかば、女人成仏も許されざりしに、たとえ人間天上の女人なりとも、成仏の道には望みなかりしに、竜畜下船の御たるに、女人と打に生まれ、年さえ未だたけず、わずかに八歳なりき、いかでか法華経の行者を捨てたもうべき、されば持参短物の下には、画仙大乗経土ダック主乗等とこそ進めさせたまいしか、流女の誓いは、その諸従の引く諸仙飛信諸足の一切の流畜の誓いなり、釈迦流王は流畜の乱れども、こう思い、志深かりしかば、大会第一の如意宝珠を娘に取らせて、即身成仏のお伏せにせさせつれ、この友は決議三千で大千世界に香る玉なり。御名藩拝聴拝礼の面々無視来在所三下在所消滅、今や祝福人口の幸いあって一条円頓のむしろ同じうす、なおこの両縁口うせずして、未来ようよう両前地宮の大縁な結ばしめたまえ、本決大縁若光移動、ナム妙法蓮華経、ナム妙法蓮華経、ナム妙法蓮華経。こんにちは。足元の悪い中お集まりいただきましてありがとうございます。今朝福岡からこちらの方に参ったわけですが、九州の方も朝方雨が降っておりました。ありゃこれは金曜講は今日は雨だなと思いながら羽田空港に着きますと、ちょっと雨があったんですね。これもしかしたらご利益いただいたかなと、蒲田駅京急蒲田に着きましたら土砂降りの雨でございまして、ああ参ったなと、普段であれば京急蒲田から歩いて JR 蒲田まで行って、そこから池上線に乗って池上駅、そして、この衆務院まで来るんですが、今日は贅沢にも京急蒲田からタクシーに乗って、1390円払って、この衆務院に参りました。皆様方にはこの月例金曜講話の案内が衆務院から言ってるかと思われます。あれ顔が違うぞとですね、私も一昨年までは毎月のように伝道推進委員会といって衆務院の伝道部のお仕事をさせていただいてたので衆務院に来ておりました。でその時は必ずですね、衆務院の玄関のところで女性の職員の方がご苦労様でございますとこう立ち上がって合掌してくださるんですね。でところが今日は何にもしてくれませんでした。で私の方からですね、月例金曜講話に来た佐野と申しますとこう申し上げたらば、あ金曜講話の先生ですかと、少し慌てたようで、
今上の伝道部の方に電話をしますと言ったところが、伝道部の方がわざわざ玄関まで迎えに来てくれまして、人というのは見かけて判断されがちなんだなというようなことをつくづく感じたような次第でございます。皆様方にですね、入り口の方で日だまりという、これは私の福岡の寺坊で毎月出しておるお寺からの便りなんですね、それをお配りしてあるかと存じます。その日だまりにも書いておりますが、昨年の11月1日から今年の2月の10日まで100日間日蓮宗大荒行堂、正式には日蓮宗華行所と申します、そこに100日間行っておりました。5回目のその日だ、後で日だ時間があるときですね、その日だまりを読んでいただけたらと思います。5回目の修行でございました。で、修行から明けてもう6月の声を聞いてるんですが、まだこのひげと髪の毛があるんですね。ねえ、行が明けてちょっとモテ期を迎えております。モテ期というのは女性からじゃないんですね、残念ながら、各お寺さんからモテてるんです。つい先週もですね、福岡のお寺さんで、花祭りの法要があるからそこに行僧として、来ていただいて水行をしてご祈祷をお願いしますということでございました。で、参りまして、もう九州はその時気温28度、ね、もう水行じゃない行水です、ね、あの水行しても全然ありがたくない、もう暑いぐらいですから。で、今月のですね21日、またある筑後地区の川瀬垣法要というところでご祈祷してください。そして最後、今月の30日広島県の福山市で、荒行堂の話をしてくださいということで、それが終わってようやくそのお手持ちのこの金曜講話の案内の姿に戻ります。で、ご理解をいただけたらと思います。ちょっと見苦しいですね。ね、4年前にですね、再採業4回目の行に出た時に、ご存知の方いらっしゃるかどうか分かりませんが、爆笑問題が司会をしてたぶっちゃげじという番組、見たことはご覧になったことありますかね。その4年前にそのぶっちゃげじに出演させていただいたんですね。その時も行が明けてすぐでしたので、このひげと髪の毛がありました。で、あの六本木のスタジオに行って、開口一番爆笑問題の太田光さんから、あれ今日はお坊さんの中に山口組の人がいますねと。もちろんそこはカットされておりましたけど ね、まあ、山口組とかでこういう名詞ですから当然のごとくカットされるわけですが、で、私はですね天然パーマなんですね、はあ、髪の毛が。だからどうしても髪が伸びたら、そのどうです、パンチパーマみたいになってますね。ひげがなかったらですね、中井貴一に似てるねって言われたこともあったんですが、ありがとうございます。まあ、そういう私はどこから来たかというと、福岡県の田川というところでございます。あ、ご存知ですね、ありがとうございます。なかなかですね、田川って言ってもみんなピンとこないです。で、その昔青春の門、あの吉永小百合とか、ね、大竹しのぶさんとか、そういう方が出演された青春の門という映画の舞台になった土地でございます。炭鉱が大変栄えたところで、間もなく日本のエネルギーを石炭を担ってたところで、ちょっと地図を書いてまいりました。ちょうどこの福岡県地図のおへその部分なんです。おへその部分で、だからどこに行くにも、北九州に行くにも福岡市に行くにも1時間かかる、ちょうどおへその部分です。で、
私が生まれたのはこの田川ではございませんで、このちょっと下に浮橋と書いておりますね。浮橋です。あ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。浮橋で生まれまして、そこの本仏寺というお寺があるんですが、そこの次男坊として生まれました。で、立正大学を出て荒行の諸行まで出た時に、この田川の今住職をしております高勝寺のご住職と当時の総大さんが本仏寺の方に参りまして、あなたのところはご兄弟2人いらっしゃるから、なんとか弟さんを私どもの高勝寺の後を継いでくれないでしょうかということで、24歳の時にこの田川に行ったわけです。で、私の父というのは大変厳しくてですね、絶対に口答えできませんでした。もう父から言われたならばイエスかハイ、ね、これどっちかしか言えない、ね、イエスかハイしか言えない。で、全命お前田川の高勝寺に行きなさいと言って、はい分かりましたと言って、高勝寺に入ったのが24歳の時でございました。で、もう右も左も分からない。皆さん方、遠い人は横浜あるいは八王子立川あたりからもおいでになっているとお聞きしましたけども、どうでしょう、生まれた県であっても一度も行ったことがないってとこってないですか。ねえ、ございますでしょ。まさしく私がそうでございまして、この浮橋に生まれまして、福岡市がこの辺ですね、福岡市にはよく行ってた、この北九州市にもよく行ってた。でもそれまでこの田川っていうところは一度も行ったことなかったんですね、同じ福岡県であっても。で、おまけにですね、私が生まれ育った本仏寺では月恵光、月恵光といってですね、毎月の命日にお檀家さんのお宅にお伺いしてお経をあげるという習慣がない。でもこの田川にはその習慣があったんです。で、前のご住職から檀家名簿というのをいただきます。そして1日は誰々さんと誰々さん、2日は誰々さんと誰々さん家に行ってくださいとこう渡されるわけです。でも行ったことがないから、まず土地勘がないわけです、ね、道がわからない。今みたいにカーナビがあるわけでもありません、ね、携帯電話があるわけでもありません。で、朝電話をします。例えば岡部さん、お寺ですけど今からお伺いしますと朝電話をする。で、車で行けばものの5分もすれば着くような家なんだけども、自分が今どこにいるか分かんないですね。で、前輪という会社の大きな住宅地図を買ってそれを元に行くんですが、その自分がいる場所が分からないわけです。だから同じところをぐる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 回って、ようやく30分後ぐらいにその岡部さん家にたどり着く。で、ところがその岡部さんのおばあちゃん一人暮らしをしておって、待てど下らせどお寺さんが来ない。心配になって、車で5分ですから歩いたら15分ぐらいのところ、岡部さんのおばあちゃん心配してお寺に行く。当時私単身赴任をしておりましたので、お寺は空っぽ、まあ、そういうことで繰り返しながらですね、道を覚えていきました。でもですね、月回り、月恵光回りっていうのはいいんですね。檀家さんとお寺さんの距離がすごく近くなるんです。で、単身赴任をしておりましたから、お参りが終わると、お嬢にお腹空いたろ、一緒にご飯食べようと一緒にご飯食べたりですね、お嬢に今日はうちの晩ご飯はカレーだから、お嬢人の分も取ってあるからこれ持って帰りと言って、ちっちゃい鍋にカレーを入れてもらったり、とんかつをもらったりしてですね、そうやってお檀家さんに育まれながら、道を覚えながら、ようやく今52ですから29年30年経とうとしております。で、まあ、そんな中で田川の高勝寺で、ただいまは嫁さん1人と子供2人、もう子供は今東京の大学に行っております。1人はですね、上の子は
その中で毎日お祖師様のお給仕をさせていただいております佐野善明と申します。今日は90分お時間を頂戴しておりますと言いながらももう20分経ってしまいましたけども、最後までお取り申しのほどよろしくお願い申し上げます。日蓮宗大荒行道の話は室僧正といって外では一切してはならないというふうに殿司様から訓育を受けました。しかし私は去年から今年にかけて禅道代表という担いを持ちましたので、その責任のもとに少しだけ荒行道の話をさせていただきますと、荒行道と申しますのは、まあ、その日だまりにも書いておりますが、まあ、日課というのはもう皆様方も一度は二度は聞いたことがあろうと思います。で、荒行道の中に中道といって十二間主面の大きなお堂があります。まあ、荒行道の本堂ですね。そこに修行僧が毎年100人から150人ぐらい集って日がな一日、お経をあげるわけです。その正面にお祭りされておりますのが約2メートルの岸母神様、鬼の形相をした岸母神様がお祭りをされております。それが荒行堂のご本尊。無論その岸母神様の後ろにはここの講堂と同じように大曼荼羅ご本尊がおかけしてあるんでございますが、その修行僧はその岸母神様を一心不乱に拝みながらお経を唱えます。その岸母神様の脇にひな壇がございまして、そのひな壇には各修行僧が地坊から持ってきた岸母神様、あるいは大黒様、あるいは龍神様、あるいはお稲荷さん、いろんなご地坊の守護神をその棚にお祭りして100日間お経を詰めるわけでございます。で、私のご守護神は何かと申しますと、永音大明王というのが私のご守護神でございます。この永音大明王と申しますのは、もともとは私の曽祖父、つまりひいおじいちゃんが誕生した守護神なんですね。私の曽祖父はもともとは東京浅草の正法寺というお寺の住職をしておりました。そして32歳の時に先ほど出しました浮橋の本仏寺の住職になります。当時の本仏寺は壇林、まあ、いわば、先ほど布教研修生が挨拶をしましたね、ああいう感じで、各教区に日蓮宗生として壇林を置く。壇林というのはお坊さんの学校、平たく言うとお坊さんの学校です。お坊さんの学校を置くというところことで、新井日薩和尚の命を受けた中洲日清上人が開山となって鎮西身延山本仏寺というお寺が開かれました。西の身延山ですから、身延のお山からご神骨を分与されまして、九州教区の壇林として開かれたのが私の生まれ育った本仏寺でございます。いつもですね、70名ほどの壇林生がそこに集って、僧道の教育を受けるわけですけども、その私の曽祖父が32歳の時に住職になった時に、その壇林の本堂が、壇林生が修行してお経を読んでるとグラ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 揺れ出すかと思うと、本堂の周りからブワーッと炎が上がって、うわー本堂が燃えている、火事だということで、みんなでバケツリレーをしてその炎を消そうとすると、その火がパッて止まってしまう。
あまりにも揺れがひどいので、これは当初の本堂を建築する時の設計のミスではなかろうかということで、本堂の柱と柱の間に鉄筋の筋交いを全部入れるんですね。筋交いを入れるけども、権読お経が始まるとどん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 揺れ出すかと思うと、教師寮といってその断輪を教える先生方の部屋には十二一重を着たお姫様が出てきて教師の首を締め付ける。そしてその教師がみんなこう金縛りにあって動けなくなってしまう。その鉄筋の筋交いはですね、今でも本仏寺の本堂にしっかりと残っております。これはおかしい、何かあるに違いないということで、私の曽祖父、住職をしていた曽祖父が九州教区から当時荒行堂を出た守護師30名を集めて、その断輪生の中で一番若い子を寄り台、寄り台というのはですね、聞いたことおありになります？わかりますかね。寄り台というのはですね、まあ、平たく言うと恐れ山にいた子がいますね。ああいう感じです。症状の方を、介して仏様の声を聞かせるというのを寄り台っていう。その寄り台にあげるのは純真無垢な子じゃいけないということで、当時12歳の長崎の本蓮寺の山田良友氏という方と同じく15歳の東京の南千住日系寺の和田善栄氏という2人、純真無垢な若いお坊さん2人をその二条台の上に上げて、そして九州教区の僧侶守護師30名がその2人を戸へ旗へと取り囲んで1週間ご祈祷するんです。調べ祈祷するんです。この揺れは何か原因があるに違いない、この炎は何か原因があるに違いないということで1週間ご祈祷する。そうすると1週間目にその若い2人のお坊さんの紅白に上がった口から上がったのが、この地に鎮西美濃部本仏寺というお寺ができたけども、この守護神を勘定してないじゃないか、この土地の守護神を勘定してないじゃないか、だからこの土地の守護神が怒ってるんですよということが、その二人の若いお坊さんから紅白に上がるわけです。で、その名前、その守護神の名前は何かと言ったら、永音大名と申すということが紅白に上がって、この永音大名を守護神として勘定をするわけです。で、勘定をして、先ほども言いました九州教区の断輪生70名、その永音大名王のお札のもとに一生懸命にお経をあげたらば、するとなんと不思議なことに、翌日からピタッとその本堂の揺れも止まった、本堂の周りから上がる炎も止まった。教師寮で十二人への人が首を絞めて金縛りに遭う出来事もピタッと止まった。それからこの永音大明王を守護神としてお祭りをした。それが今の私の守護神でもあります。で、後ろの方にですね、布教員を卒業されました交友会という組織があるんですが、その会長の吉本上人という方がお見えになっております。よくもう体験、吉本上人も体験なさったからご存知かと思いますが、この本仏寺で今から何年前でしょうか、布教員が行われたんです。布教員といって2週間のその講座説教の修行の場が本仏寺で行われた。その時に院生全員熱出したんですね。全員熱出した。その時にまだ私の父の父、私の祖父が住職だった。その時に祖父が、
あんたたち布教院生は永遠堂にお参りしたかねと。いや、しておりませんと。すぐお参り行きなさいと。と言って永遠堂にお参り行ったらば、その高熱もピタッとやんだって言うんです。それくらい霊験新たかなのがこの永遠大明王でございます。で、私の曽祖父はこの永遠大明王を監督して、その後、ご存知の方いらっしゃるかどうか分かりませんが、博多の東公園の地に日蓮聖人の大銅像を建立するという話を突き進んでいきます。博多の銅像さん、ご存知の方いらっしゃいます？ありがとうございます。博多の東公園、旧大病院の前にですね、高さ21メートルの日蓮聖人の大銅像が立っておるんですが、その建立に私の曽祖父は走り出すんですね。東京美術学校の岡倉天心、そしてその弟子岡崎節制の描いた図案をもとに、あの博多の地に銅像を建立するわけでございますが、明治37年に除幕、明治23年に起工式を行って、実に14年の歳月をかけて博多の地に、東公園の地に銅像を建立するわけでございます。一人でできるものではございません。約10名の若いお坊さんを集めまして、全国に銅像建立のための街頭布教に出かけて、そうですね、この話をすると、なぜ博多に銅像を建てたかという話からしないとわからないと思いますので、少々お時間をいただきますと、湯治武雄さんといいまして、長崎県の警察署長だった方がいらっしゃいました。その湯治さん、長崎県の警察署長だったら、年代をちょっと書いておりません、申し訳ございません。この話をするつもりはなかったので、私の記憶の限りでお話申し上げますと、その湯治さんが長崎県の警察署の署長だった時代に、お隣の国清国から艦隊が長崎の港に立ち寄るわけです。清国の艦隊が長崎の港に立ち寄る。で、その当時はまだ日本は清国よりも清国のことを先進国と見ておった。日本はまだまだそこまで発達してないと。で、清の国の人たちも日本を下に見ておったわけです。長崎港に着いた清国の兵隊さんたちが、長崎の四庵橋とかいろんなところで酒を飲み、乱暴狼藉を繰り返す。女性の人には乱暴されたり、警察署が襲われたり、発出所が襲われたり、酒の勢いで乱暴狼藉を繰り返すわけです。その中で長崎県の巡査さんが2人殉職をいたします。で、長崎市民の人、あるいは警察官も怪我を負ったりするわけですけど、それが国対国の問題ですよね。日本対清の問題で、結局国対国の問題になったんですけども、お互いに傷ついた方に対してだけ侮辱金をお支払いしましょう、まあ、いわばお金の賠償責任だけで終わってしまったと。そのことを警察署長だった湯治さんは、なんでお金で済ませるんだと。日本はあの蒙古襲来の時に勇ましく戦ったじゃないかと。その魂が日本にはないのかということで、湯治さんは腹渡が煮え返る思いがするわけです。そしてその湯治さんが転勤になって福岡県の警察署長になります。
警察署長になった時に当時の福岡県知事が安葉さんっていう方が福岡県知事だった。その安葉さんに頼んで、なんとか日本人の日本人魂をもう一度呼び起こすために、奮い起こすために何か必要ではなかろうかということで、博多の東公園の地に元寇記念碑を建立しようということになるわけです。元寇の記念碑を。その元寇の記念碑は何がいいかといったら、北条時宗公、北条時宗公の時代に日本は勇敢に元と戦った、文寧の役、公安の役で戦った、その気質をもう一度起こそうということで、北条時宗公像を東公園の地に建てようということが決まるわけです。で、銅像建立委員会というのが開かれます。その中に宗教界からも、神社界あるいは仏教界からも代表者が出て、その県の事業のどうやって建てるかというのが話し合われるわけです。その中に仏教界の一人として入っていたのが、私の曽祖父の佐野善霊だったんです。佐野善霊がその仏教界の代表として入って、その会議の時に手を挙げて、よろしいでしょうかと、北条時宗公の像大変結構でございます、ただここで一つ提案がございます、あの蒙古襲来を立正安国論で予期したのは日蓮聖人その人であります、ですからこれは日蓮宗の提案ですけども、その北条時宗公の台座のレリーフに何とぞ日蓮聖人のお像をはめ込んでいただきたいという提案をするわけです。そうしたところが、先ほども言いましたように、キリスト教会あるいは新宗の方、いろんな宗派の方、いろんな方がいらっしゃいます。佐野さん、あんた日蓮宗だからそんなこと言ってるけども、日蓮宗だけ特化するわけにはいきませんということで、その提案は却下されるわけです。で、そのことを却下された、しかし佐野善霊は引き下がらずに、ならばお願いがあります、北条時宗公の台座に日蓮聖人のレリーフを入れることがダメならば、我々日蓮宗は日蓮宗だけで日蓮聖人の銅像を建てたい、これは認めてくださいますかと、こういうわけです。いや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 、何言ってるんですかと、東公園の地に2つも銅像はいりませんよと、それも却下されるわけです。二度にわたって却下されました。じゃあどうしたかというと、直接内務省に行って、時の内務大臣が西郷隆盛の弟、西郷頼通、西郷柔道、西郷さんに掛け合って、いや、かくかくしかじかで日蓮聖人の銅像を博多の地に建てようと思いますということを、この祖権を着て内務省に行って直談判をするわけです。そしたところが、西郷柔道氏は、いや、あんたの熱意には負けたよということで、銅像建立許してやろうと許可をいただくわけです。で、そこから日蓮宗は日蓮宗の手だけで銅像を建てようということになりまして、10人の若いお坊さんを集めて全国に街頭布教に回るわけです。常在官房の安家に回る、時には深川の上信寺、あるいは小伝馬の身延別院、そういうところに8校10校の方を集めて、銅像の木枠を置いて、私たちは元寇記念のためにこういう銅像を建てたいんです、どうかご寄付よろしくお願いしますと安家に回る。当時女性はみんな手鏡を持っておった。お金がないから私はこれを寄付しますと、その手鏡は銅製です。銅製のものを寄付したり、いろんな形で寄付をして立ったのが、あの日蓮聖人のお銅像様なんですね。で、そのお銅像様建立の時も、
佐野前例は永遠大名を片時も離さずに持ち歩いておったと。で佐野前例は長じて52歳の時に、私の年ちょうど今の私の年です、日蓮宗の宗務総監、まあ、今でいうところの宗務総長になるんです。で宗務総長になって何をやったかというと、ちょうど日蓮聖人銅像除幕の時の福岡県知事が川島純という方だった。その川島純という方は出世をして北海道開発庁長官になるわけです。で銅像除幕の時に懇意にしておりましたので、宗務総監になっても東京でも懇意が続いておった。で、会う機会があって、川島長官、北海道を何とかしようと私たちも考えております、ホッケ村を建てたいと思っておりますがよろしいでしょうかと。ああ佐野さん、あんたの言うことなら間違いなかろうということで、北海道の小都市別というところに法華経の村を建てようということで、山形県、福岡県、新潟県から日蓮宗のお題目を唱える信者の方を北海道に寄せて、開墾しただけご自分の土地にしていいですよという理想の村を建立しようとしたんですね。はじめは当初はみんな夢高々に北海道に行くわけですが、やはり冬は思いもよらぬ雪が降って、開墾しようにも白樺というのはなかなか根が深い。一人帰り二人帰り挫折していった。で当時前慶寺、前例上人の前、それと広瀬慶泉上人という方が北海道では中心になっておりますので、その広瀬慶泉上人の慶をいただいて、前慶寺というお寺をホッケ村の中心に置いて、それを中心に理想のホッケの道場、町全体をホッケの村にしようとしておったんですが、悲しいことに佐野前例は宗務総監在世中54歳で高輪病院で息を引き取るわけです。でリーダーがいなくなりましたらば、そのことも点でバラバラになってしまって、今は北海道の小都市別に地名だけ残っております。私も20代の時に北海村に行きました。前慶寺も朽ち果てておりましたけども、しっかりとまだ残っておりました。ホッケ橋、あるいは蓮華経、そういった地名が今でもしっかりと残っております。で父と一緒にその前慶寺にお参りに行って、お参りに行ったらもう本堂からは草がぼうぼう生えてて、もう寺の形をしてなかったんです。ただお曼荼羅が奥には祀ってあって、そのまま当時のままの状態で、猫はいるしムササビはいるしというような状態だった。その中に先ほど言いました永遠大明王の仏像がそのままあったんです。で前慶寺の正観四人をしておりましたのが久富殿様といって、父と懇意にしておった方、その殿様にお願いして、この永遠大明王の仏像を持って帰ってもいいかと聞いたら、ああ佐野君、あんたが言うなら持って帰っていいよということで、その父が永遠大明王の仏像を持って帰りました。そして東公園、父が当時東公園銅像の主管をしておりましたので、東公園の地でその本堂に永遠大明王をお祭りをしておりました。で6年前にその父が病状にあった時に全明と、今東公園の本堂の右脇に永遠様をお祭りしてるから、この永遠様はお前がお祭りをしなさい、お前が持って帰んなさいと言って、その永遠大明王の仏像を私は父から譲り受けて、そして今興正寺にお祭りをさせていただいております。でそれが最後の
の遺言でございました。その後間もなくして父は息を引き取りまして、どうしてもその病状での言葉が忘れられなくて、私は父が下した後翌年10年ぶりに4回目の荒行修行にその永音大明王のご尊像を持って入ったわけでございます。修行僧全員から是行老役建立在士、先ほど冒頭で拝読しました如来寿量本、この寿量本を一日数百遍唱えていただきまして、永音大明王に新たな息吹を加えさせていただいた。でまた去年から今年にかけて荒行道5回目の修行もその永音大明王とともにご修行をさせていただいたような次第でございます。皆様方にも各それぞれにご守護神様は必ずいらっしゃいます。冒頭に拝読しましたお卒様のご妙判祈祷書、これはお卒様が佐渡島にご留在になって塚原三昧堂から石の沢に移られた51歳の時にお書きになったご文章でございます。その祈祷書の中に、法華経の行者の祈る祈りは響きの音に応ずるがごとし、影の体に添えるがごとし、住める水に月の移るがごとし、宝所の水を招くがごとし、磁石の鉄を吸うがごとし、琥珀の塵を取るがごとし、明らかなる鏡のものの色を浮かぶるがごとし、というふうにお祖様はお示しでございます。私たちが唱える祈りというのは音と響きが同時になるように、私たちの体に影が映るように、澄んだ水に月が映るように、磁石が鉄を吸うように、琥珀が塵を取るように、明らかなる鏡のものの色を浮かぶるがごとし、鏡に私たちの姿が映るように、私たち法華経の行者の祈りは必ず叶うんですよ、というふうにお示しでございます。続きまして、大地は笹葉はずるとも、虚空をつなぐものはありとも、潮の満ち引ぬことはありとも、日は西よりいずるとも、法華経の行者の祈りのかなわぬことはあるべからずと。大地を指さしたら必ず大地に指が刺さる、刺さらないということはない、潮が満ち引、潮が引いたり、満ちたりするようなことも必ずある、必ず潮というのは満ち引きがある、それと同じように私たち法華経の行者の祈りも必ず叶うんですよ、とお祖様はお示しでございます。続いてですね、皆様方もお世書きの時には法華経大場だった本第12、これは特に女人成仏が説かれている教えでございます。悪人成仏、女人成仏が説かれている教えでございますが、そのことにもお祖師様は触れておりまして、この祈祷書で触れておりまして、法華経大場だった本第12、文殊師利のいわく、有釈迦竜王の娘、年初めて8歳なり、智慧離婚にしてよく衆生の諸根の行合を知り、だらに終え諸仏の諸説の人人の秘蔵、ことごとくよく従事し、深く禅定に行って諸法を了脱し、刹那の間において菩提心を起こして不退転を得たり、慈悲人情しいわげにしてよく菩提に至れり、すなわち文殊師利菩薩が海中で海の中で法華経を見聞きしたときに、8歳の流女が菩提心を起こし菩提に至った、それに対して智釈菩薩が疑いを起こして、舎利弗も女人の身には
5つの触りがある、誤証があって速やかに成仏することはありえないというと、流女が現れ、決議三千世界の法事を仏に奉り、仏はそれを受け取ると、我が成仏もそれより速やかであろうと言って、骨年の間にその流女は成仏をする。妙楽大師は法華門句記で儒教の功徳を、行は浅く功は深し、もって強力を表すと述べており、流女が法華経を信受することで成仏の功徳を受けたということは、法華経の偉大な功徳を表していますということを妙楽大師はお説きでございます。妙楽大師がおっしゃったのは、行は浅く功徳は深い、強力をもってこれを表す、行先苦人意見強力ということ。行は浅くとも功徳は深い、強力をもってこれを表す。妙楽大師がこうおっしゃっております。我々修行僧もひたすらにひたすらにお経を読みます。それはなぜかというと、お経には力があるんだ、強力があるんだ、そのことを信じてるからこそ、荒行堂の中では朝3時から夜の11時半まで黙唱が止まらない、お経が止まらない、ずっとお経を読むんです。その強力を信じてるからこそ、我々修行僧はお経を読み続けるということでございます。先ほど布教研修所の研修生が自らの志をそれぞれに語っておりましたけども、2年前から2年前と今年にかけて、我々も私も布教研修所に1泊2日講師として招かれまして、法話の手招きをしてくださいということで、去年おととしと2年連続講師として参りました。で、2年前にその布教研修所に参りましたときに、その時は10名ほどの研修生がいたでしょうか。その中に1人だけ女の子がいたんですね。研修生の中に1人だけ女の子が混じっておりました。で、主任先生に、研修所に、女の子がいるんですか、とやりづらくないですかと、寝起きは共にしてるんですかと尋ねたところ、はい、襖一枚隔てて隣の部屋で、女の子は寝起きをしておりますと。あとは全部一緒ですか、はい、全部他の研修生と一緒の生活をしておりますということでございました。で、私も気になっておったので、その女の子といろんな話を聞いてみると、その子は京都の出身、京都でも京都市内ではなくて、京都駅から電車で1時間ほど行った山あいのお寺のお嬢さんだったんです。で、小さい頃から女の子一人ですから、あんたは大きくなったらお寺の後継ぎになんなさいとお父さんに言われたり檀家さんに言われたりして育ったっていうんですね。で、山あいのお寺ですから、小学校の時とかリュックを背負って学校に行く時も、何々ちゃん行ってらっしゃいと畑仕事をしている檀家さんから声をかけられたり、帰る時は何々ちゃんこのキュウリ今日持って帰りなさい、お承認によろしくねと言ってキュウリをもらったり、お寺の栗でくつろいでいると、お承認いますかとガラッと、白菜置いときますね、取れたてです、初物ですと言って白菜を置いていったりした。
でそんなのがその子はもう嫌で嫌でしょうがなかったんですね。まあ、年頃になりますと、もうプライベートも何もあったもんじゃないと、寝っ転がってゆっくりテレビも見れないじゃないかと、勝手にガラッと開けてズカズカ入ってくるしということで、そういうのが嫌で嫌でしょうがなかった。いつか東京に出たい、やっぱり若い頃っていうのは都会に憧れを抱くんですね。いつか東京に出たいと、で長じて大学に行くことになった。お父さんから大学は身延山大学か立正大学に行きなさい。身延山大学には行きません立正大学に行きました。立正大学に進学するんです。品川にアパートを借りて、でその いざ明日その大学に行くという時に、お父さんからいっぱい紙包みを手渡される。まあここから申し上げるのは仮名です。実の名前は違います。藤子、いいか、東京に行ったならばまず大家さんのところに挨拶に行きなさいよ。大家さんのところに挨拶に行ったら隣近所に挨拶に行きなさいよと言って紙包みをいっぱい持たされる。品川のアパートに着いて、ああやれやれ、あそうだ、何だろうこの紙包みと思って開けてみると、京都の名家八つ橋ですね、がこう袋を詰まってる。でこれを持って大家さんのところに挨拶に行った。大家さん、すいません、今度は203号室に引っ越してきた安藤藤子と言います、よろしくお願いします、挨拶に行った。と大家さんがびっくりして、あああんたは今時関心な子じゃねえって、私も長年この大家をやってるけども久しぶりだよあんたみたいな子が来たのは、とよっぽど教育がいいんだね、ああこれ八つ橋じゃないか、じゃあありがたく頂戴するよと言って大家さんに挨拶した。で大家さんがふと見るとまだ両手には八つ橋をいっぱい持ってる。あんたそれどうするんだね、はい、これから隣近所にご挨拶に伺おうと思います。それをよしなさいと、それはよしたがいいよと、裏若い女性が今から一人暮らしをするっていうのを言って回るのは危険だけだからおやめなさいと、と止められるんです。あそうなんですねと言って自分の部屋に帰った藤子さん、東京は一千何百万人の人がいる、でもなんだか私は一人ぼっちになったような気がする、自分の生まれた京都は人口数万人の土地でもみんな仲良くしてくれた、大都会東京こんだけ人がいるのになんで私は一人ぼっちなんだろうと思いながら八つ橋を自分で涙ながらに食べたと、ね、しかしながらそれは花の都東京です。毎日毎日が過ぎていくのがやたら早く感じた。二十歳になるとお酒も覚える、友達と居酒屋に行ったり、まあなんて言うんでしょう、カフェバーっていうんだ、なんて言うんですかね、まあ、僕らの世代ではカフェバーとかって言ったんですが、そういうところに行ったりしてもう楽しくてしょうがなかった。あっという間に大学の4年間が終わろうとしておった。で大学の4年の時に総会単位というのを立正大学で取りまして、そして4年の春休みにお坊さんになるために新行道場という身延山の35日の修行に行くことになった。その新行道場に修行に行く前に春休み京都の実家に帰ります。でお父様に、師匠であるお父さんに、藤子は新行道場に行ってまいります、お坊さんになりますと決意を伝えます。それを聞いたお父さんが、そうか、お前もようやく決心してくれたかと、よし、じゃあちょっとわしの部屋に来なさいと言って、そのお父さんが自分の部屋、畳の部屋に連れていくんです。そこに新聞紙を引きまして、藤子、ここに座んなさいと、
信教道場は啓発しなきゃいけない。わしにお前の髪の毛を切らしてくれと言って、藤子さんがその新聞紙の上に座ります。そしてお父さんがバリカンを当てる。それまで肩まであった髪の毛がパサッパサッと下に落ちる。その髪の毛を見るために藤子さんの目から涙がポロ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 。そうですよね、女性の方は髪が命と言われるぐらい涙がポロ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 。髪の毛がある程度落ちきったというところに肌が見えてくる。そこに温かいものがポツンポツンと落ちる。何かと思って上を見るとバリカンを当ててるお父さんが顔をくしゃくしゃにしながら、藤子すまんなすまんなっつって泣いてるっつう。いくら寺のためとはいえすまんな、お父さん私頑張るよと言って、藤子さんは信教道場に入った。信教道場を無事出て大学を卒業しまして、まだ修行が足りないということで、その布教研修所に6ヶ月間男性の中にただ一人混じって修行をした。で、主任先生にですね、研修生もそうですが藤子さん偉いですねとこう言ったところが、その主任先生が、佐野先生ここは修行の場なんです、男性とか女性じゃないんです、みんな仏性なんです、仏の性格仏性なんです。ああ、まるで台場だった本に出てくる流女がそのまま成仏したような形ですかね、ああ本当ですねという会話をさせていただいたものでございました。男性とか女性ではない、みんな仏性なんだと、仏性を持っておる、みんな仏性なんだという会話をさせていただいたような次第でございます。私たち今を生きる人間は見た目では男であり女であるかもしれません。しかし心の中はみんな仏様なんです。本日の講演の演題を仏様はどこにという演題にさせていただきました。仏様はここにいらっしゃる。それぞれ私たちのここにいらっしゃる。ここにいらっしゃる仏様を表に出すか出さないかは私たちそれぞれ自分自身の責任なんです。この心の中にいる仏様を表に出す方法として、意見強力、強力をもって表す、強力をもって表す。お経が難しいんであればお題目をもって表すと言ってもよろしいでしょう。皆様がお唱えするお題目でもって、この私たちの心の中にある仏様が表に出てきて、そして私たちをお導きいただく、私たちをお守りいただく、これがお題目の修行でございます。このことを私どもにお残しくださいましたのは、言わずがな宗祖日蓮大聖人お祖様でございます。お祖様のご生涯は大難しかど湘南数知れずと御自らお書き残しでございます。その中の大難中の大難と申しますのが、皆様ご存知のあの辰の口のご法難でございます。お祖様御年50歳、今から748年前、文明8年9月の12日のことでございました。辰の口経済の場所において一命をお取り留めになられた大聖人、その後
あの北海寒山佐渡島への御流罪となられるわけでございます。塚原三昧堂にお着きになって、その御文章に自分の肉体はすでにもう辰の口で亡骸になった、今この佐渡島にあるのは自らの魂である、自分はこの佐渡島にあってコンパクトなって、自分の亡き後も自らの信仰に責任を持ちたいと開目書に表されます。塚原三昧堂で開目書をお書きになり、さあ皆さんどうでしょう、人間は普通だったらもう自分は死んだら終わりよと思いがちになる。ところがお卒様は違う、自分が死んでも自分が亡き後も自分の信仰に責任を持ちたい、ここが我々と違うところなんです。自分が死んでも自分の信仰に責任を持つ、これが日蓮大聖に開目書にしっかりとそう書かれております。そして場所を移しまして一の沢に行きます。一の沢にあって先ほど拝読しました祈祷書、そして肝心本尊書をお書きになられ、今現在我々日蓮宗との根本尊数たるあの大曼荼羅御本尊をおしたためになられた、それが一の沢でございます。話はちょっと横道にそれますが、令和の時代になりました。平成天皇が即位の礼、令和天皇が退位の礼というのを宮中で執り行いました。皆様方もテレビでご覧になったと思います。もしかしたら皇居まで足をお運びになった方もいらっしゃるかもしれません。テレビで私も天皇陛下の即位の礼あるいは退位の礼というのを見ました。その時に陛下はやはり衣儀を整え、洋服ではなくしてしっかりと第一礼装をなされ、烏帽子をかけられ笏を持ち、あの宮中にあります天照大神に退位することを報告なさいました。その天皇陛下が退位の礼、即位の礼をした、正面には天正大臣天照大神のお御堂がございます。両脇にもお御堂があったの分かりますか。正面に天正大臣のお御堂があって、両脇にもお御堂があった。この天正大臣天照大神の左側にお祭りしておるのは何かと言いますと、祖霊殿と言いまして、歴代天皇の御霊をお祭りしているところでございます。そこにも報告に参った。そしてその右側にあるのは何をお祭りしているかというと、日本国内大小の神器八百万神々をお祭りしておるのが右側にあるお御堂でございます。すなわち天皇陛下は天正大臣、そして歴代の天皇陛下、そして日本国大小の神器神々に退位と即位をそれぞれご報告なさった。日蓮大聖人があの一の沢で表された大曼荼羅御本尊の中にも、やはり同じように地獄餓鬼畜生修羅人間天上正門円覚菩薩仏、この実戒がすべて勘定してある。もちろん天正大臣八幡大菩薩岸母神十羅刹女、すべて勘定してあるのがあの石の沢にあって大聖人がおしたためになられた。皆様方のご家庭のお仏壇、今この後ろに掲げられているのが大曼荼羅御本尊でございます。
三ヶ年の佐渡のゴルザイ生活を御赦免になった大聖人、文明11年5月の17日、現在の我々日蓮宗の総本山身延山久遠寺へとお入りになられました。身延のお山での日課は数多くありましたが、もっぱら弟子の育成、法華経独自の日々でございました。その中でも大聖人一日も欠かさなかったのが裏のお山、奥の院、四神閣へのご当家、片道50丁往復100丁、四神閣に登って東の方ふるさと阿波の国を拝し、ご両親の菩提を弔い、あるいはお世話になった方々へのご栄光をいたすことを生きがいとしておりました。時は流れ、建治元年下月11月11日のことでございます。いつもと同じようにお弟子の日郎様をはじめ 2,3 人お連れになって四神閣に登られた大聖人、元に宿毒不遇を一切画刀予習上海愚上仏道南無妙法蓮華経と、ご回向が終わりますると、傍らにおります12歳になる長英坊日龍というお小僧さんが何を思ったのか。お師匠様、何かね日流。はい、この日流、お師匠様にお尋ねしたい義がございます。申してみよ。はい、お師匠様は出家大徳の身、お偉いお方と重々承知をいたしております。がしかし、何故お師匠様のその額にそのような刀傷があるのでしょうか。この日流、合点が参りません。ご無礼を承知でお尋ねを申し上げます。日流、そなた今日は幾日か承知か。はい、確か11月の11日かと。そなた何か心に思うことあってこの日蓮に尋ねるか。いいえ、滅相もございません。ただお師匠様のその額の傷が気になってお尋ねをしただけでございます。不思議な縁と申すものよの、いずれそなたに話せばと思っておったことがある、いずれはっきり申そうと思っておったことがある。大事なことを申すぞ、よう聞け日流。はい、お師匠様。あれは今から12年前、文明元年のことであった。この日蓮は久しぶりにふるさと阿波に戻り、父上の墓参りの後、母上の病気のお見舞い、花房から阿波一帯に布教いたし、天津の城主工藤左近の城義高の招きを受け、天津に向かっておった。この知らせを聞いて小躍りして喜んだのが、日頃日蓮大聖人を仏敵、法敵、弥陀の敵、おりやらば日蓮を亡き者にせんと付け狙っておった泣く子も黙る東條の地頭景信というもの、これは好機到来じゃ、者ども支度をいたせ、おわーと下司のもと、数百人の家来の面々、道丸、腹巻、小手、すね当てに身を固め、皆小松原というところへ参り、松の木陰で身を伏せて大聖人のご一行が来るのを待ち伏せております。
知る由もない神ならぬ我が祖大聖人、お題目の声高々にやってまいります。するとそこへ、頃合いよし、者どもかかれいと下司のもと、数百人の家来の面々バラバラバラバッと大聖人を取り囲み、古谷は稲妻のごとし、うつたちは稲妻のごとし、古谷は矢のごとし、大聖人の弟子の中には物のように立つ者はございません。中に一人、京人坊と申す怪力自慢のお弟子、おれ東条景信出会ったかと子供の袖を是名字かいと引き絞り、十回五具の星兜と五条の袈裟を幾尾に着なし、本尺二門の両手にはホッケ釈伏棒を羽言門理としっかと握り、獅子粉塵の足を踏み鳴らし、来たらば来たれ権門のやっぱらと大勢の中に割って入りまして、縦横無尽に働きましたが、なんといっても多勢に無勢、さすがの怪力自慢の京人坊も右の肩から左の胸にかけてさっと袈裟切りに、お師匠様無念なり。京人坊そのままどっとそこに打ち倒れ、松の根を朱色に染めてしまいました。一方館にあっては工藤左近丞義隆、大聖人のご到着今や遅しと待ちわびておりました。そこへ、殿、殿、一大事でございます、一大事でございまする。ただいま日蓮大聖人様、小松原の王子にて東条景信の襲撃を受け、お命危のうございまする。と急をつけてきたのは家来の中吾中内。工藤義隆聞いてびっくり仰天、馬引けいと言うが早いか、春馬に飛び乗り一鞭当てて、やほう市長のごとくに。小松原にやってまいります。いやいや、それなるは工藤左近の丞義隆、卑怯なるから未練なるから東条景信、正義の刃受けてみよう。とこれまた大太刀引き抜き、大勢の中に割って入ります。しかしながら、なんといっても多勢に無勢、工藤義隆も十数名にあっという間に取り囲まれまして、その場に切り伏せられてしまいました。そこへ東条景信、馬上ながらに呼ばって曰く、己県庁以来のあだがたき、日蓮いずれにありや、いずこにありや、姿見せい姿見せいと八方に目を配ります。見つけなり、県庁以来のあだがたき、日蓮覚悟をいたせと大太刀引き抜き、大聖人めがけて切りかかります。身に寸鉄も帯びぬ大聖人、お術を持って妙法蓮華経上本第一と受け取る術玉ぷっつり言われ、額に受ける傷三寸、走る血潮は稲妻か、そこへ虚空に現れたも岸も大善人、はあっと東条景信をにらまば、さがれ。虚空にひらめく岸も人、大地を震わす大音声、東条景信もんどり打って馬より落ちて気を失ってしまいました。それを見た家来の面々、慌てふためき、御大将を戸板に乗せて館へと連れて帰ります。それを見た組子の面々も、今までの勢いはどことやら、蜘蛛の子を散らしたかのように皆逃げ帰ってしまいました。あたりが静寂に包まれます。大聖人、額の傷を衣の袖で押さえながら、あたりゆっくり見渡すと、朱色に染まった京人坊、大聖人すぐさま駆け寄り、
教人坊殿、教人坊殿と声をかけまするが、時すでに遅し、こと切れております。玉のおの耐えてや悲しい教人坊、教人坊日行上人、造園明道維林大学、南無妙法蓮華経と涙ながらにご回向いたします。ふとあちらを見れば、工藤義高虫の息に倒れております。大聖人様すぐさま駆け寄り、義高殿、義高殿、お気を確かにお持ちくだされ。日蓮様、ご無事で何よりでございます。義高殿、しっかりなされ。この義高、日蓮様の身代わりになれました。これに過ぎたる喜びはございません。がしかし、我も人の子、一つだけ気にかかることがございまする。義高殿、何なりと申してみよ。はい、実は館におります妻のこと、臨月も間近にございまする。もし生まれ落ちた子が男の子でありましたならば、何とぞ日蓮様の弟子の一分にお加えください。この死にゆく我に代わってお給仕させとうございまする。あい、わかった。生まれきた子が男の子であったならば、必ずこの日蓮の弟子の一分にお加え申そう。しかのみならず、ただいまよりそなたも我が弟子として妙流院日玉上人と呼び申そう。今人より仏心に至るまで、よく保ち立て祭る妙流院日玉上人、南無妙法蓮華経。これを聞いた工藤義高、満面の笑みを浮かべ、ついについに小松原の梅雨へと消えたのでございました。話を終えた大将に、お師匠様、そしてその工藤義高殿の子は男の子でしたか、女の子でしたか。男の子じゃ。ならばその子は今いずこに。今日蓮の目の前におる。お師匠様、ここにおります12歳はこの日流一人にございまする。まさか、まさか。その通りじゃ日流。そなたは10歳の時に我が元に参り、工藤義高殿の鷹の字をいただき、日流と名付けた。父上の13回忌の小刀の命日に、この日蓮に尋ねるとは不思議な縁と申すものよの。お師匠様、私はそのようなことつゆ知らず、ずっと父なし子の日流と思っておりました。本当に本当に嬉しゅうございまする。ありがとうございますと、その場ですっくと立ち上がり、小松原の方に向かい、父上様、妙流院日玉上人、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。大聖人も共に立ち上がり、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。
その日はいつまでもいつまでも身延のお山にお題目の声が途切れることはございませんでした。時移り立派に成長されました日流上人は念願でありました京仁寺を小松原の地にお開きになられたのでございます。初祖を日蓮大聖人、第二祖を京仁坊日行聖人、第三祖をお父上様妙流院日玉聖人、そして第四祖をご自分と定め小松原の地に京仁寺を開かれたのでございます。仏様はどこに、私たちの心の中にいらっしゃる。そのことをお祖師様、そしてお祖師様のお弟子、そして台場だった本の中にも、すべて仏様はここにいるんだよというふうにおっしゃってございます。皆様方の心の中にいる仏様を呼び起こす、それはひとえにお経を読む、お題目をお唱えすることでございます。それがお題目の信仰でございます。しっかりとお題目をお唱えすれば必ず私たちを導いてくださいます。そのことをぜひ頭の中に入れていただいて、ますますのお題目精進をお勧め申し上げまして、本日の私の月例金曜講話のお話とさせていただきます。長野ご聴聞誠にご苦労様でございました。南無法蓮華経。の種なすも触るも生じの業、喜ばしきにつけ悲しきにつけ、煩悩無明の塵の積もりてぞ心の光の触りとなる。迷う時を凡夫と名付け、悟る時をば仏と名付く。されば我が一念の雲を払いなば、元の光の松鏡、三世諸仏と同体の家宝めでたき身となりて、安穏家楽の仏道を成就せんこと疑いなし、返す返すもおのおの日夜朝夕怠らず、励む心の有明精進、ただ一筋に妙法蓮華、開く心の即心成仏、内視崩壊平等利益。ご唱和を願います。今人より、仏心に至るまで、よく保ち立てまつる、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。小南寺、若山寺。